はい、次は、語源をベースにした、メジャーコード、そしてマイナーコードの、押さえ方の説明に移りたいと思います。語源はですね、軸にするのは A フォーム、A マイナーフォーム。この形を見て、なぜ A フォームなのかというとですね、さっきの説明、E コードの説明で理解している方は、もう理解できると思うんですが、A コード、この形ありますよね。この形も開放弦をこう押さえてると、想定するとこういう見方ができます。見たことありますよね。 B フラットっていうと薬指で正反、もしくは、中薬指小指でやってる人もいるかと思うんですけど、この形が見えてくると思うんですね。これは A コードのフォーム、それがただ動いたというふうに考えればいいわけですね。これが5弦のメジャーコードの形、フォームですね。なので A フォーム、そして逆にマイナーになると、ご存知のこの形、これも開放を押さえてるとか、想像するとこういう形が見えます。そうするとこのまんま、これはちなみにですね、6弦フォームの F の形を一つ全部下に下げてみると、この形にもなります。で、これが A マイナーフォームと考えましょう。そうしますと、メジャーからいってみましょうか。例えば E コード、D コード、 E、D ですね。それを5弦ベースでやるとすると、ワン、ツー、スリー、5弦の7フレット E、 そして5弦の5フレット D、 そしてフォームはこの A フォームの形ですね。これだけで全くその形そのまま移動することができます。では例えば、マイナーを入れましょう。どうしようかな。コード D マイナー、 E マイナー、これを1小節ずつのフレー、コードだとしたら、5弦の3、まず音名を探せばいいわけですね。5弦の3フレットが C、 そして5弦の5フレット D、 そして5弦の7フレット E ですね。なので C コード、C コードではローコードのこれもあるんですが、ここではあえてこの形 A フォームでの C をやってみましょう。 C、 そして D マイナーは5フレットで A マイナーフォーム、そして E マイナーは7フレットという形になります。これもですね、さまざまなコードを、例えばローコードだけで対応するのではなく、あえて C コードでも、こっちではここの C コードもあるけど A フォームでの C もあるよというふうに考えることで、コードのチョイスが広がることになります。ですので、皆さんもぜひこの A フォーム、 A マイナーフォームで5弦の音名しっかり覚えてない人は、前の5弦の音名を覚えるというエクササイズの動画を確認していただいて、しっかり覚えてから、実際に取り組んでみてください。それでは失礼します。